培養細胞は多細胞生物において人為的に生態外で培養されている細胞のこと。細胞を培養することを細胞培養という。組織を培養することを組織培養。器官あるいは臓器を培養することを器官培養という。通常は動物細胞の培養のことを指す。植物ではプロトプラスト培養やカルス培養等をさらに細分化して記述する。また、 植物では、葉や薬など器官そのものを培養する、器官培養が一般的であり、細胞を単理して培養することは少ない。カキは主に動物の細胞培養の特徴であり、植物の培養には当てはまらないことが多い。生態から取り出して、最初の植え替えを行うまでの培養は、初代培養と呼ばれる。初代培養細胞は、 生体内での細胞の性質が比較的よく保たれているが、細胞の純度、性質などが元の生物の状態や実験条件に左右されるため、均一な条件を整えるのは困難である。既存の培養あるいはその一部を新しい培地を含む培養容器に移し替えて増殖、維持するものを境内培養名称由来用と、ありがとうございます。